いや、どこ来てんだ俺。いや、ここにもあるよな、レバー。やばいって、お前。マジやめて。いやー、やばい。いやー、やばいやばい、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 やばい。ちょ、待って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 。あー、もう。よっしゃ、続きやっていきましょう。ということでね、ここはどこかというと、前、部品整備センターにフレディを直しに行ったところなんですけど、ね、また今回もね、ミッションで、フレディをこの部品整備センターでアップグレードするっていうミッションが出たんで、また来た感じなんですけど、フレディ連れてこなくても大丈夫だよね。これ、中に入る？あ、できたね、これ。ボイスボックスをアップグレード。アップグレード作業を行います。あ、フレディ出てきたね。いいね、いいね、いいね。で、これ、多分またボタン式なんだと思うんだけど、これ多分ボタンミスったらフレディに襲われちゃうんで。よっしゃ、フレディの修理をします。ボイスボックスを交換するには、フレディの胸、なんて読むんだろう、これ。まあ、とりあえずここを開けて、フレディを直していくということで、あ、アップグレードか。直すわけではないのか。これで。胸当てを取り外してください。よっしゃ、外します。次に喉のワイヤーを外してください。正しい順番で行ってください。何これ、あ、これか。こういう感じか。うわ、これ覚えるのむちゃくちゃ難しいぞ。よしよしよし、下は光ってなかった、てか俺さっき間違ってなかったよな。さっき間違ってなかったよね。なんで俺こいつ襲ってきたの。むちゃくちゃビビったんだけど。よっしゃ、来た。これでここをクリックして、ボイスを交換と。ボイスをワイヤーを接続してください。うわ、待って、覚えらんなかもしれない。どうやってすんの、これ。もう押しちゃっていいの。もうどこ光ったかわかんないんだけど。これか、これだよね。よっしゃ、来た、覚えろ。ちょっと何、どれ、これ、これか。よっしゃ、来た。よし、いけた。よかった。胸当てを再び取り付け、蝶ネクタイを固定してください。オッケー。よっしゃ。いい、できた。テストを開始します。うわ、これか、これミスりたくない。はい、これか。おお、なんだ。これは簡単だね。で、赤だよね。赤。よし。これで。まだあんのかよ。ここしか使ってねえじゃねえかよ。よし、これでいいかな。あ、まだあんのかよ。これ、緑。よっしゃ、来た。安全プロトコル。なんだ、安全プロトコルって。あ、外出ていいのかな、これは。よし。終わった。あぶねえ、これちょっとセーブしたいな。ちょっと何回かミスっちゃったんだよね。アップグレード完了する。いいかな。地下のボイスボックスを使って他のアニマトロニクスをスタンさせよう。どういうことだろう。ちょ待って、ごめん。潰しちゃったんだ。ごめん。いや、怒んないで。Well, she's still functional. ああ、動いてた。これさえあれば、アニマトロキスを気絶されさせる声が出せるはずだ。どういうこと？気絶？怖い。ちょっと待って。あれじゃない？やつ来るんじゃない？これ来るよね？これいるよね？これ、やついるよね？やつっていうか、あれだよ、月。名前忘れちゃったけど。エラー起きてるんだけど。ちょっと待って、これエラー起きてる。こっちか。こっちでいいのか？ちょ、怖いんだけど、これどうやって戻んの？これ合ってる？よっしゃ、来た。これで一回降りようか。降りて、やつが来る前に。やばい。出させないで。隠れ具じゃないって、押させろ、お前。フレディ邪魔。どいてくれ。どけよ、お前。どいてくれ。あ、ここにもある。これでいいや。で、一回乗ろう。とりあえず乗って。暗すぎてわかんねえ。これ多分夜だよな。うわ、やべえ、充電が2個しかない。ガチでやばい。お、ちょっと今、板挟み状態。板挟みっていうか、ムーンもいるし、フレディも敵になんじゃん、これ。ちょっと待ってよ。どこに出るんだっけ、ここって。ラウンド1に出る、これ。うわ、やべえ、来てる。ちょっと待って、お前、来んなよ。さすがに面白くないよ、それは。いやー、来た。ここどこだっけ、ロキシーか。これ、どうすんの、これ。あ、これ、あれか。あれ入ったらいいのか、とりあえず。どこだっけ？あった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 。
この中入ろう、この中、この中入る。よっしゃ、これで、これでね、ムーンは確かいなくなるんだよね。よっしゃ、来た。ムーンね、突然現れるからね、あれ。充電ステーションに間に合ってよかった。ほんとだよ。ロキシーレースウェイに入場できるはずだ。しばらく行ってないけど、ロキシーを何とかできる手がかりを探そうみたいな感じかな。よっしゃ、とりあえずね、ラウンド1のとこ戻ってきたけど、ロキシーアースウェイってどこだろうな。あれが、なんかファザーブラストだっけ？ロキシーアースウェイ、ロキシー、ロキシーってどこだ？上かな？一回、あ、あれかな？あ、あれだ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 。ロキシーがここいるよね。でも見つからないから大丈夫として、ロキシーの顔久しぶりに見るな。私の推しって言ってたんですよね、前。もう今推しじゃないんですけど、ちょっととにかくね、あいつに捕まりすぎてちょっとムカついてるだけなんですよね、自分。ロキシー、この裏かな？この裏行ったらいいのかな？あー、やべ、そろそろあれだな。あの、フレディから降りないと。ええ、どこ？マジ、ロキシーレースウェイってどこ？本当に見つからないんだけど、やばい。これ見つけるためにもう30分かかってんだけど、こっちかな？なんか違うっぽいな。てか、ここ来たことある？いや、ファザーブラストじゃん。あ、あ、ロキシーレースよ。あれじゃない？やっと見つけた、やった。やばい、充電がやばいな、フレディの。ちょ、ちゃっちゃと行こうか、ちゃっちゃと。来た、来た、来た、来た。いけるんじゃないこれ。よっしゃ、いけた。なんか来たことない。ちょっと待って。まあ、とりあえず多分こっちで合ってると思うわ。絶対こっちで合ってる。じゃないともう俺もう行くとこないよ、本当に。ガチで行くとこないよ。なに？待って、行けないんだけど、ちょっと待って、ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。なんか開いたんだけど、なんで？なんか、ラッキー？ラッキー。開いたわ、なんか。なんか開いた。どこ行けばいいんだ？どこ行けばいいのよ。何これ取れないんだけど。まあ、とりあえず置いといて。あ、こっちか。こっちか、こっちか。やべえ、フレディの受念が切れる。うわー、やべえ、クソドロボットいた。どうしよう、どうしよう。これ降りようか。降りようか。降りよう、降りよう、降りよう、降りよう。降りた方がいい。降りた方がいい。絶対降りた方がいい。フレディが敵になっちゃったら、もう俺終わる。これで銃に変えて、多分ここロキシーいるんだよね。でもロキシーレスベだから絶対ロキシーいいんだろう。あいつらね、ワープしてくるからね。なんでここに、あ、やばい、撃っちゃった。で、どこ行けばいいの？どこ行けばいいの？ってかさ、ここまだ工事中みたいな感じだよね。クソロボットに見つかる。あぶねえ、こっち来るかと思った。とりあえず、やべ、いる。いや、なんかこっち行けそう。こっち行くか。どこ？どこなのよ、これ。いや、ちょ、おかまになっちゃった。いや、なんか来てる音すんな。来てる音すんな。あ、ちょ、セーブしよう、セーブしよう、セーブしよう。背が低いからカートに乗れないから、となるとドライバーアシストボットが必要になるな。オッケーオッケーオッケー、ちょっとセーブして。よっしゃ、セーブ完了。頭がない。あ、これのことか。頭がない、どういうことこれ。アイテムが必要。ちょっと待って、ミッション見よう、ミッション。ミッション出てきたけどさ、その行方不明のロボットのさ、頭部がさ、ないんだよ。ちょ、ヒントぐらいちょうだい、ヒントぐらい。どうすんのこれ。どうすんだよ。ちょっと待って、隠れれない。ちょ待って、ちょ待って、これさ、頭部見つけるだけで今回終わっちゃいそう。見せ場ないかもしんない。何、どこ行くのこれ。どこレース場って、教えてくれ。行けるところはとりあえず片っ端から行って、何、これがレース場ってこと。ちょ待って、どこ行けばいいの。頭部。あー、びっくりした、ロキシーが出てきたかと思った。あ、なんかある、あれ、これアイテム。やべえ、来てる、あいつ。いや、全然違った。待って、行き止まりなんだけど。待って待って待って、いない、近くにいないか。ちょ、待って、どこにいる、どこにいるんだよ。ちょ、待って、怖え、マジロキシー怖え。あの、推しって言ってた頃が懐かしいわ、むちゃくちゃ。どこに行くの。こっちかな。あ、こっちっぽい。あぶねえ、あぶねえ、こっちっぽいぞ。なんかあるな、ここ。これか。あ、なんかここっぽい。いや、絶対違う。やっべ、いるんだけど。待って、頭ってどこ。ガチでわからん。もうか、やべえ、クソロボットに見つかった。もう、や、なんかある。これだけ回収しよう。あ、カーチェイス。ロキシーを引くために使えるレースカードを見つけよう。ロキシーを引くためにカード。ああ、もうやばい、マジで、もうマジでやばい。ロキシーよりこいつの方がやべえわ。いやー、もうちょっと待って、やばい、むっちゃ引っかかってるわ、むっちゃ引っかかってる。ちょ、どうしよう。あ、さあ、あれ見つけるの忘れてたわ。ちょ、やばい、セーブさせて、
よし、セーブして、あの取り忘れたとこがあったよね確か。あ、そうそう、これ取り忘れてたわ。よっしゃ、来た。シンクホール、これにヒント隠されてない？全然書いてなかったわ、全然書いてなかった。やばい、全然頭が見つかんねえ。あ、待って、なんかある、なんかあった。こういうね、あの宝箱的なものってね、大体ね、この物語のヒントみたいなやつが入ってるんだよ。ほら、ダンスパスだって。やった、なんか見つけた。多分この先にあるんじゃない、これ。ダンスパスってどこだよ、マジで。どこ、ダンスパス。でもなんかさ、ダンスパスってさ、絶対ラウンド1みたいなとこで使うじゃん。多分ロキシーレースウェイには多分ないと思うんだよ。なんでちょっと一回こっから出て外に出ようと思います。しゃあ、戻ってきたぜ、ラウンド1の場所。あれか、あれか、なんかさ、さっき書いてたさ、パスとさ、なんかあれじゃない、一緒じゃない、デザイン一緒だよね。ちょっとやばい。とりあえず充電がなくなったフレディにはもう用がないんで、なんでここにロキシーいんだよ、マジで意味わかんねえ。さっきまでレースウェイいたじゃん。よっしゃ、来た。これ多分上だな、これ。合ってんな、なんかちょっと頭冴えてるような気がする今日。これじゃない、これだよな、絶対さっきのパスと同じだもんね。しかもボット入れし、これ渡せんだ、これだろ。しゃ、来た。いいね。このダンスはいいよ、このダンスは。ちょ、行かせろよ、先なんか見えない壁がある。行けた、こっちだ。俺はここで待ってるぞ。一緒に行きたいけど、今夜は事故で出演停止になったからな。西のアーケードダンスフロア。DJ を見かけた、挨拶するんだぞ。彼はすごくいいやつな。DJ。え、何 DJ って。ちょ、わけわかんねえ。うわ、すげえ。来た。DJ って何？ DJ がいんの、ここに。DJ コーがいんのかな？どこいた。これだ、 DJ って、これだ。てかモンティいるんだけど、何、やべえ、なんかやべえやつおる。これ待って、クモに似てないか、これ。これクモだよな、絶対クモに似てるもんね。足何本も生えてるよね。あ、これクモだ。今回クモに追いかけられんのか。てかさ、時間がね、すごい今迫ってるんだよ。やべえ、来た。ちょっととりあえずこっち行こう。やべえ、これ隠れる場所ない。まずい。ここ、やばい。誰かいる。ムカつくなぁ、あの顔。近くにいいんだよな。誰がいるんだよ。あ、大丈夫そうだぞ。大丈夫か。はい、いける、大丈夫。やばい。急、やばい。あ、ちょっと待って、充電なくなってるんだよ。やばくない？やばくねえか？おー、びくしょう！びっくりしたー！やっべ！よっしゃ！しゃ、来た！ちょ、なんだ、とりあえず来ちゃったけど。あ、ね、なにこれ？なんかレバーこれ、確定でなんか下げる感じのやつじゃない？違うか？大丈夫か？なんでこんなトイレがあんの？なんでこんなトイレがあんの？全く意味がわかんないんだけど。やっべ、これどうすんだろう。まあ、とりあえず上上がってみる。これこっち確か2階上がるとこあったよね。やばい、時間が押してる、マジで時間が押してる。でもモンティがいるからね、気をつけないと。やべえわ。ちょっと待って、変な音発しながら近づいてきてる。まずい。足速え、あいつ足速えわ。やべえ、いや、どこ来てんだ俺。いや、ここにもあるよな、レバー。やばいって、お前。マジでやめて。いやー、やばい。いやー、やばい。ちょ、待って。あー、もう、お前ら邪魔だよ、マジで。うわー、ちょっと待って。先行してったんだけど、あいつ。しかもいんのか、ちょ、待って、多くない。隠れよう。とりあえず隠れよう。おー、やばい。見つかった。これは完全に見つかった。いやー、やばい、出れない、これ。誰の足これ。モンティーかよ、クロコダイル。やべえ、セーブしてないから思いっきり戻ったわ、最悪。はい、というわけでね、時間もいい感じなんで、今日はここで終わりたいと思います。進展がなく申し訳ない。というわけでね、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。